はい、フリーフォアオールラボ、もちろん MP7 のなんかね、ノーマルのがあったんで、ノーマルの買ってみました。なんかシェードってやつはネジとか、あーなんだ、このサイト、アイアンサイドのネジが白かったり気持ち悪いんで、普通のね、 MP7 が好きな私としては普通の MP7 を買ってプレイしたいと思って、まあなんかスピードしか変わんなかったんでね、まあこれでもなんとかなるでしょうって思って買いました。900円、 MP7、 900円って言わねえか、900クレジット。さあ、いきなり4人いるね、嬉しいね。お、音がする。グレネードを投げた音。上見て。あーや、あっちにいんのかな。ってことは、おっと、目の前から敵が出てきて、サクッとワンキルしていく。おー、出てきた、出てきた。この辺がね、このマップは人気なんで、うわ、リロードしてる。あー、リロードしなくてよかったかな。9発だったらギリギリいけたかもしれない。この辺のね、ハテナボックスから取れる罠がね、結構強くて。あれを張って反対側見るみたいなね、定点狩りしてる人が多いっすね。おっと、倒してく。あー、なんか音がちょっと聞こえる？いた！あー、あれね、ほら。置いてる。まあ、あれは、うちは壊れるんだけど、後ろ倒して、中身入ってから、多くのやつを倒していく。なんか結構ヘッドショットするのが難しいな。なんか頭しかも一発じゃないっぽいね、これ。このゲーム。アサルトライフルでも頭一発で倒せない。お、上か。そこ降りて、左。グレネードの音が聞こえる。どこだ？右か？あ、中にいる。中か。中入ってきましょう。リロードしている。そこ！この辺もね、結構人気なんだよね。この区画。この区画とさっきのハテナボックス周辺が熱いんでね。この辺を行ったり来たりして終わらせてきた。おっと、ここが、焼く。よし。 Yeah, baby, yeah. 左側にいるね。ハンティングダイブが来ました。さあ誰になるのか。今同様にいるけど、ハンティングタイム。狩る側奥ね、位置把握。降りて登って降りて、いや早いな。ガンダッシュされたらもう追いつけないんだけど。ん？こっち？音が聞こえた。あ、こっちだな。いた！奥！うおぉ！間に合わず。いた！目の前に敵がいる。もうライフ8しかないよ、もう。奥。ああ、結構遠いんだよな。あ、いるね。いた！よし。なんつってんだ、俺。真ん中をちょろっと見て、人気エリアを徘徊していく。奥の方でグレネードの音聞こえたね、今。さあ、いるのか。お、近い。近いっすね。いた！お、ヒーリングスプリー出ましたね。連続10キル。おーっと、思ったら即やられた。
スナイパーライフル。なんかこの MP7 さ、そう、なんか武器ガードの時も思ったんだけど、ストックの位置がね、おかしいんだよ。MP7 ってストック3段階まで伸ばせんだけど、この位置で止めることって確かできないんだよな。ちょっと短すぎ。もうちょっと伸ばさないと止まんないはずなんだよ。この人どんだけ腕短いんだよ。ストックの位置おかしいんだよ。もうちょっと伸ばしてよ。おっと、危ない。目の前の敵、サクッと倒して。HP がちょっと削られてしまった。このなんか、スリングベルトにつけてる紐は何なんだ？切れてるけど。なんでこんな赤いやつ、途中で切れてんの？あ、見えた。なんかちょっと重いしね。そして重い。HP もいつの間にか削られてる。はい、ヘッドショット決めていく。ちょっとヘッドショットね、全然決めてなかったんで、意識していこうと思います。はい、今止まってたな、あの人。さあ、残り3分半。あ、一人抜けちゃったね。フリーフォア俺ね、人口が本当に少なくて、もう自分で部屋建てて、めっちゃなんか、インバイトしないと、ゲームができないんですよね。もうちょっとね、人がいれば嬉しいんだけど、ちょっとね、厳しいかもしんない。うおー、いきなり マジで いきなりグレネード当たったんだけど。赤いサブマシンガンなんで、AK-74U。いた！目の前。ヘッドショット。あ、そっちか。はい、ヘッドショット決めていく。ブラックショット？ヘッドショット、ブラックショットっていうのこれ。タイトルじゃん、ゲーム。あ、右、降りて右。だけど、左にも降りてってるな。先にこっちだ。いた！あ、やられてしまった。出ていくでしょ、すぐ。はい、頭、打っていく。リベンジ。さあ、来ました。ハンティングタイム。2回目。さあ、誰が逃げるのか。誰が追うのか。ハントしたいね。はい、ヘッドショット。さっきからヘッドショットばっかり出てるの。どうしたんだ。いや、MP7 かっこいいわ。なんかでもね、MP7 太くね。チャージングハンドルがこんなに左右にでかかったっけっていう。あ、はい、うっそ、すぐやられてるし。もうちょっと頑張れよ。いやー、これな、割と、なんかもうランダムゲーだな。ハンティングタイム。おっと、ナイフ構えてる。はい、もう一人。さあ、残り1分半。これはまず負けないでしょう。この調子でいったら。あ、上。上だけど、いた！あ、ダメか。スナイパーライフルか。ここなんだ、なんだ。なんかね、これ射撃中に固まることがあるんだけど、固まったらね、全弾撃ち尽くすまで止まんないんだよね、このゲーム。なんでこれ固まんのかな？いた、いた、いた。いや、ちょ、あれきついわ。無視しよう、もう。あのスナイパー。いた。目の前に出てくる。奥にもいるし。あ、でもスコア結構、そんなに、開いてないな。なんかミッションこんなしまくってるやついて、スコアが5しか変わらないんだけど。いたー。あー、なんか、いるね、あそこ。どうしたらいい？左から回っていくか。この上な。ゴリゴリ行くしかない。おら！よし。ヘッドショット決めていく。さあ、降りて。
いたさあ、残り8秒、7、6、5、目の前出てこい、えい、エッグショット。こんなとこかな、勝ち。人数は7人か。はい、そんな感じで FFA やってみました。